細田守、細田守、細田守、1967年9月19日帯は、富山県中新川区上市長出身のアニメ監督、アニメーター。2005年からフリー。金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科、油井専攻卒業。日本アニメーター、演出協会会員。父親は、鉄道職員。一人っ子。子供の頃は、 き音があり、小学校1、2年は特別支援学級に通っていた。中学の時に劇場版銀河鉄道39やルパン三世カリオストロの城に衝撃を受けた。この時、劇場パンフレットに載っていた絵コンテを見て、アニメーションの世界に強く惹かれた。当時、テレビ番組 U の自主制作アニメ特集を見て、自分と同じ学生がアニメを作っていることを知り、 中学3年の時にコピー用紙1000枚ほど用意して飛行機がドンパチする約1分のアニメーションを制作し、全2コマ取りのアニメ、当時のアニメージュなどを見て制作方法を知ったという学内上映した。高校1年の時、東映動画制作の角川映画、少年ケニア、1984年、大林信彦監督公開のアニメーター工房を知り、 上記の自主制作アニメを応募して合格、状況を進められるが、学校の試験があったので断念。大学時代は、現代美術や映画などの実写映像に強い興味を持ち、映画サークルで実写映画を50本以上制作した。これら実写映画の大半は、ビデオアートで舞踏のパフォーマンスをエフェクターで処理したインスタレーション作品など、 映画の形になっているのは日本のみで、フィルムフィスティバルに出しているが落選している。大学卒業後、スタジオジブリの研修生採用試験を受けて、最終選考に残るが、不採用となった。その後、少年ケニアで声をかけてもらった、タミヤ・タケシプロデューサーに、東映動画、後の東映アニメ4を紹介され、1991年にアニメーターとして入社した。 山下孔明に指示し、動画を経て、OVA クライングフリーマンを戦場の岸も神で、初の原画、アニメ映画、CO o 遠い海から帰宅で、作画監督補佐を担当する。1995年、金子慎吾の紹介で、十二戦士爆裂、エトレンジャー第27話 A パートの絵コンテを担当する。1996年に、ルローに献身の絵コンテを、 ソギョ法名義で担当する。どちらも、東映外での仕事だったが、当時の細田は、アニメーターとしての専属契約をしていたので、例外的に認められた。同年、東映社内で、演出採用試験が、初めて実施され、これに合格。1997年の、ゲゲゲの鬼太郎、第4期で、演出家として、本格的にデビューした。また同年、父親が急病で亡くなる。 1999年には劇場版デジモンアドベンチャーの監督に抜擢される。続けてテレビシリーズデジモンアドベンチャーの第21話を演出。2000年には劇場版デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームを監督して、そのクオリティの高さから業界の内外より注目を集めた。この頃演出家として影響を受けた人物として山内茂康。 生原邦彦、古橋和弘らの名を挙げている。2000年8月、東映アニメーションより、スタジオジブリに出向し、ハウルの動く城の監督として、作業に取り組む。2001年に、母親が脳梗塞で倒れる。絵コンテは、C パートまで完成したが、制作は行き詰まり2002年4月に中止が決定、ジブリを離れることになる。また、他方では、 ジブリとの意見の衝突、スケジュールの延期、スタッフの拘束と様々な難事が勃発してしまい、結果的にハウルの動く城の監督から外されたともされる。東映復帰後、第1作のおじゃ魔女、ドレミドッカン。第40話、ドレミと魔女をやめた魔女は2006年8月20日にアニマックスにて放送された特別企画、 東映アニメ36時間連続放送内で、視聴投票のベストエピソードに選出された。2003年に、村上隆に壊れて、ルイ・ヴィトンの店頭プロモーション用、アニメ、スパーフラットモノグラムを監督。明日のナージャで、各話演出の他をピーと ED の演出を手掛ける。2005年、東映での最後の作品となる劇場版、ワンピース・ザ・ムービー・お祭り男爵と秘密の島を監督。 2005年、東映アニメーションを退社してフリーになる。マッドハウスを制作基盤として、2006年7月、角川ヘラルド映画の劇場アニメ、字をかける少女を監督。ロングランヒットとなり、興行収入2.6億円を記録。国内外で高く評価された。2009年次回作、サマーウォーズを制作中の7月に、母親が死去。半年後に祖母を亡くす。 同年8月、サマーウォーズを公開。またも高い評価と興行収入16.5億円のヒットを記録した。2011年4月、自身のアニメーション映画制作会社スタジオ地図を設立、代表取締役は斉藤雄一郎。同年、新作劇場作品、狼子供の雨と雪を発表、2012年7月に公開された。 公開前の同年6月、自ら執筆した同作品の原作小説で小説家としてデビューした。映画は観客動員約340万人、工業収入42億円を上げ、2012年の年間工業収入ランキング第6位の大ヒットとなった。2015年7月11日、化け物の子企画制作スタジオ地図を公開。 2012年9月に長男が2015年末に長女が誕生している。2000年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。